越しは京都 FC 原和樹選手にお越しいただきました。まずはこの試合4対3逆転勝利となりました、試合の感想をお聞かせください。いや本当に最初からチーム戦ってくれたみんなの本当選手全員で取れた勝ちだと思いますし、本当苦しい試合でしたけど本当みんな頑張ってくれて、で最後本当こぼれてきたボールを決めただけなんですけど、勝ち点3を取れて本当に良かったと思います。そうする、怪我明けだったので今日も短い時間だったんですけど、しっかりコンディション整えていい状態にしてチームの勝利に貢献できるようにしていきたいと思います。そうですね、しっかり公平がボールを落ち着かせて、ターンした時に90分出てるシミが距離走れるっていうのはやっぱチームとしては大きいと思いますし、で最後も落ち着いて僕のこと見てくれて、もう流し込むだけだったので、それ以外でも本当チームが体を張ってゴールを守ってくれましたし、ゴールを取ってくれた勝だったりナウドだったり、本当みんなが澤だったりみんなが本当にチームのために頑張って結果勝てた試合だったと思うので、本当この勢いをしっかり次の試合にも生かしていきたいと思います。そうですね、今日もすごい大きな力をいただきましたし、僕たちはどうにかして勝たないと優勝はないと思うので、しっかり次の試合勝つために1週間準備をして、そして本当に来週の試合全力で勝ちに行きたいと思いますので、皆さんぜひ足を運んでくれて、あーでもコロナでどうか分かんないですけど本当みんな応援してくれるの力を僕たちは受け取って、ゴールを取って勝ち点3を取りたいと思うので、ぜひ応援してください。頑張ります。ありがとうございます。原和樹選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですよ。本当だ、芝生がめちゃくちゃついてます。戦った感じが出ていいんですよ。わざとつけてたのに。お越しやす京都 AC、沢口選手、お越しいただきました。立ち上がりに、悪い流れで失点しまって、本当どうなるかなと思ったんですけど、そこの力を見せたって感じですね。はい。ボールの質的にはあまりいい質ではなかったんですけど、うまくフリーを作れたんで、コースも空いてましたし、ラッキーゴールといえばラッキーゴールですね。個人的には手応えは一切ないですし、この結果にも満足してないし、キャプテンとしてもっと責任を持って戦っていかなければいけないし、本来この順位にはいてはいけないチームだと思っていますし、優勝っていうのは絶対条件だと思ってやってきたので、最後1試合しっかり勝ち切っていい方向に進めればいいなと思います。本当一番面白い試合になると思うんで、僕らは勝つだけ目標にして戦うので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。沢口選手でした。ありがとうございます。お越しやす京都AC清水選手にお越しいただきました。最初、自分たちのやりたいことできなくて、点決められてからスイッチ入ったっていう感じだったんで、そこはもったいなかったっていうのはあったんですけど、最後勝ち切れたっていうところは、今日は勝ち点3取って帰るっていうことだったんで、その目標が達成できてよかったなと思います。今までに、学生時代からいろんなポジションやってきてるんで、そのポジションでやらないといけないプレーを自分なりに考えてやってるっていう感じなんで、そんなに違和感なくどこもやれてるかなと思います。Jリーグ経験者がたくさん入ってきて、今までとまた違った雰囲気の中でやってるんで、質は高くなってますし、そこにこだわりながら、勝利っていうところにもっと全員が一丸となって向いていけたらもっと強くなれるかなと思います。アウェーにはなるんですけども、スタジアムに足運べないということも聞いてるんで、いろんなところから応援してもらって、僕たちは、みんなで勝てるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。清水選手でした。ありがとうございました。